見してしまいました。葉わさび。よいしょ。いきなり発見。わさびですね。これはちょっと取っていきたいと思います。こういう感じね。根っこは残した方がいい、いいと思うので、根っこの方は取らないようにして、葉っぱの方取っていきたいと思います。こんな感じで、あんまり根は取らないようにして、こんな感じでいただいていきます。なんかあるかな、この辺。ないな。よし、行こう。これはなんだ。なんでしょうね。お、うわ、こんなところにわさびが。これは取れない、残念ですね。こういう場所にも生えるんですね。結構大きい株じゃないでしょうか。対岸にわさびがあります。あれは持ち帰りたいと思います。よしと、よしと。あれあれ、あれがわさびです。よいしょ。おー、いいじゃないですか。これ大きいわさびがありました。うわ、これはいいんじゃないでしょうか。すごく大きいやつがありました。これは丁寧に切って持ち帰りたいと思います。こんな感じです。いいですね。よいしょ。おお、よし、 OK。 おお、いいじゃないでしょうか。うん。おお、わさびの香りがすごくいいです。いただいていきます。よいしょ。
葉わさびの醤油漬けの方が完成しました。食べてみたいと思います。豆腐と一緒に食べてみたいと思います。鼻にツンとくる感じがしてすごく美味しいです。これは美味しいです。いい感じに葉わさびの醤油漬けが完成したみたいです。